秀吉朝鮮出兵その前夜。皆さんこんにちは。豊臣秀吉晩年の一大作戦朝鮮出兵、ここに至るには秀吉の思惑や勝算誤算、朝鮮との交渉にあたった対馬の国領主宋義俊の苦悩などさまざまな経緯がありますが、実は秀吉はかなり以前から朝鮮出兵を考えていたとの話があるのです。秀吉朝鮮出兵の構想、老いの妄想、この一言で片付けられたりする秀吉の朝鮮出兵ですが、織田信長帰化の武将であった頃から出兵構想を持っていたとの説があります。ルイス・フロイスの報告書ですが、信長が日本統一を果たした暁には大艦隊を編成し中国大陸を征服する野望を述べたそうです。これに呼応するように秀吉が朝鮮に近い筑前の神の官職をいただきたいと願い出たとか、またここに秀吉の大陸征服の構想を述べた資料があります。文禄元年1592年5月、朝鮮の駅の初戦で日本軍は朝鮮の首都漢城、現在のソウルを陥落させます。この勝利を受けて秀吉は関白秀次に一通の命令書を示します。25か条からなる朱印状で日本、朝鮮、中国にまたがる国割り計画が描かれたものですが、後世法太后、三国諸地、大総計などと揶揄されます。はなはな壮計なプランというわけですが、現在では秀吉の胃の中の蛙っぷりを露呈するものとして扱われます。それでも秀吉がこの計画にどのような思いを持っていたのか見ておくのは良いでしょう。まず御用勢天皇には中国の北京へ移っていただき、補佐を務める関白職に秀次をつけます。日本の帝位は若宮義仁親王か皇帝八条の宮智仁親王に継いでいただく。その関白は秀次の弟橋場秀康か宇喜多秀家が務める。また各所の重しとして、朝鮮には信長の四男で秀吉の養子の橋場秀勝か宇喜多秀家を、九州には小早川秀明を置く。京都聚楽大の留守役は当面奉行衆の増田長盛、大谷義次、石田三成らに任せる。朝鮮の首都漢城や名古屋にも然るべき武将を入れる。皇室公家領として中国の都周り10カ国、王から関白秀次領として同じく100カ国を当てる。秀吉自身はしばらく北京に留まった後、日民交通の要衝である上海南方の港町宁波府に移る。こうした中国を中心とした占領政策をやがてはインドまでも含んだ大構想に発展させるとのものです。フロイスの見通し、このような机上の構想は当然思惑通りには進みませんが、フロイスがその理由についてまた口を出しています。 1. 日本の将兵は他国民と争うようには訓練されていない。 2. 交通路、航海路、相手国の地理や言語、国情をほとんど知らない。 3. そもそも海軍力、船舶、水夫が十分ではない。 4. 短期間で必要な武器、弾薬、食料を準備できない。 5. 日本国の将兵や人民が反対する。もっともな理由ですが、国内に関して秀吉は着々と準備を整えてしまいます。肥前名古屋城の築城、宋義俊から朝鮮との交渉が頓挫したことを聞いた秀吉は、天正19年1591年8月翌年の春に唐入り、すなわち民国征服のための都会出兵を行うと天下に告げます。まずは前線基地として玄界灘に小さく突き出た東松浦半島の先端部の土地に目をつけました。
現在の佐賀県東松浦郡にあたる肥前名古屋ですが、この地に名古屋城を築くよう九州諸大名に命令します。同年8月23日付の秀吉の書状には、白武神を黒田長政、小西行長、加藤清正、寺沢広隆の九州諸大名に軍役の3分の1を免じる代わりに従事するよう指示しています。黒田家父によると、城の縄張り、すなわち敷地に縄を張って石垣、堀の位置など城の平面構図を決めることですが、これを黒田義隆が受け持ちます。息子の長政は普請奉行として諸省に工事割り当てを行いますが、着工は天正19年10月10日、竣工は翌文禄元年3月というわずか5ヶ月の早業です。また同年9月には、肥前の国平戸藩の松良重信に壱岐の国御座所風本城の築城命令を下します。現在の長崎県壱岐郡ですが、秀吉は何かの時の自分の住居用にするつもりでした。工事開始以前の名古屋の様子をあのルイス・フロイスが書いていますが、その地は僻地であって人が住むには適しておらず、食料だけではなく事業を遂行するすべての必需品が欠けていた。山が多く一方は沼地、残りは荒れ地だったとマイナス評価しています。しかしこの人はどこにでも顔を出す人ですね。実際の名古屋の町、わずか5ヶ月の突貫工事だからやっつけ仕事だろうというと、そうでもなく、名古屋城はちゃんとした城でした。標高90メートルの波戸岬の丘陵を中心に東西600メートル、南北360メートルに達する巨大な総石垣に囲まれ、当時は大阪城に次ぐ広大なものでありました。近年の発掘作業では金箔瓦なども出土しており、秀吉好みの豪華なものだったようです。また加工の終わった建築資材を現場に運んできて、すぐさま建物を組み立て始める現在でいうプレハブ工法が取られていたようで、その手際の良さにはフロイスも感心しています。フロイスからは低評価された名古屋の地ですが、天下様の号令一家、見る間に見事な城下町に変貌していきました。水戸から参陣した平塚滝俊はその様子を国元宛ての書状に書いています。海岸は諸国の大名衆の陣屋で埋め尽くされ、野も山も空いたところがない。城下町には京、大阪、堺の商人たちがこぞって集まり、入り用のものを取り揃え、欲しいものは何でも手に入る。商人や職人も人儲けしようと集まり、軍需景気に沸き立っていました。当時の様子を加納光信が肥前名古屋城図屏風に書き残していますが、名古屋城を中心に大名たちの陣が点在し、その隙間を粗末な掘立小屋の町屋が埋め尽くしています。わずか数年のにぎわいでしたが、肥前名古屋は日本の政治経済の中心地でありました。朝鮮出兵発令、名古屋に勢ぞろいする武将たち。天正19年1591年12月、名古屋城築城と並行して秀吉も準備を始めます。空入りの作戦指揮に専念するため、関白職を養子の秀次に譲り、自らは太后を名乗ります。翌文禄元年1592年正月、朝鮮出兵を号令し、全国諸大名を名古屋城に集結させ、同年3月には出兵部隊の軍勢の編成、つまり陣立てを定めました。1番隊から9番隊プラス諸隊と水軍、奉行を組織します。1番隊は小西行長、宋義俊らの軍勢1万8700で先陣を受け持ちます。2番隊は加藤清正、鍋島直重ら2万2800、
3番隊は黒田長政、大友義宗らの11,000、4番は島津義弘を中心に九州の中小領主の混成部隊で14,000、5番は福島正則、八須賀家政、長宗我部元親ら四国勢の25,000、6番は小早川隆景、毛利秀兼、立花宗茂ら15,700、7番は中国の大衆毛利輝元の1体のみで30,000、8番は都海軍の総大将宇喜多秀家が率いる10,000、9番は細川忠興、橋場秀勝の11,500、番外の諸隊として中川秀政、宮部長広の12,000と史上まれに見る大軍勢です。これに加えて久喜義隆、藤堂高虎、脇坂康春、加藤義明らが率いる9,200の水軍は将兵や軍事物資を半島に運び込むとともに朝鮮沿岸部の攻撃を担当します。徳川家康、前田利家、伊達政宗、上杉景勝ら東国北陸地方の大名は第一次の都会には加わっていませんが、御詰めとして10万余りの兵と共に名古屋に在陣します。当時の軍団編成は敵地に近い領地の領主から順次軍の先方に配置されました。秀吉の陣立てもこれに倣ったものですが、後に伊達政宗だけは都会しています。政宗一流の秀吉への忠勤の表現だったのでしょう。戦目付たち、都会軍にはさらに戦目付として石田三成、大谷義次、増田長盛の3人が7,200の兵と共につけられました。後に加藤光康、前野長安の2人が加わり、全部で5奉行となります。戦目付たちは肥前名古屋の本営にいる秀吉の意向を現地の武将たちに伝え、また現地の武将たちの状況や働きを監督して秀吉に報告します。この両者の関係がうまくいけばいいのですが、現場と監督者の間はとかくギクシャクしがちです。この朝鮮出兵でもそれが起こりました。出兵作戦がうまくいっている間は問題があっても表面化しませんが、一旦戦況が不利になると途端に双方の責任のなすりつけ合いが始まります。目付たちは現地武将の作戦がまずいのではないかと干渉を始め、現地では現場の苦労を知らぬ事務屋が何を言うと反発します。直接秀吉とコンタクトを取れるのは目付たちですから、現地武将にすれば我らの知らぬところで目付たちは何を秀吉様に報告しているやらと疑心暗鬼にとらわれます。一度この両者の齟齬が起こると、あとは不信感が膨らむ一方の負の連鎖に陥ります。文禄元年1593年4月12日、一番隊の小西行長、宋義俊らの軍勢は兵船700隻に分乗して津島大浦から釜山を目指しました。この後半島ではどのような戦いが繰り広げられるのでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。